デカ猫チャンネルです。ご視聴ありがとうございます。本日はデカ猫チャンネルが毎日しているお手入れ動画になります。今流れているのは爪切りですね。楽ちんジュノちゃん。爪切りは2、3週間に1回のペースでしております。ジュノちゃんだったらもう少し早いペースでもいいかと思うんですが、問題のデカ猫ビアンコさん、おやつがあればまだマシなんです。ということでおやつ投入。こっちのおててはまだダメですか。ボイコット中。ここだ。よいしょ。おやつ投入して、爪カット。やり遂げました。問題のデカ猫カルロくん。カルロくんは流血沙汰にはならないけれど、ウニウニが大変。なので、カルロくんにもおやつを投入します。おやつに夢中のカルロくん。かわいいです。ウニウニがなければ楽ちんのカルロくん。ということで、うちのデカ猫たちは、おやつがあれば爪を切らせてくれます。爪切りが苦手な猫ちゃんには有効だと思います。ビアンコさんも初めは爪切りがとっても嫌いでした。なので、おやつ片手に指一本だけの爪切りを毎日特訓していました。ようやく、ここまでたどり着けました。継続は力なりですね。続いてはブラッシングです。ブラッシングも基本的には毎日しますね。そうじゃなきゃ、毛がやばいですからね。最近はグローブ型のブラッシングがあるからめっちゃ楽になりました。撫でるついでにブラッシングができるのは良いですよ。でも、縫製がちょっと荒いのが残念です。はい、ミネコの完成。続いてはビアンコさん。ビアンコさんはおビザに乗ってくれるから。そのついでにブラッシングしています。主に、ラバー状や金串、あとは人酔いの、ウェットブラシ、でしています。今回はグローブ型でブラッシングしています。ビアンコさんは基本的に撫でられるのが好きです。そのため、ブラッシングは楽です。爪切りより断然楽で良かったです。今、使っているピンクのブラシが、ウェットブラシ、です。このブラシは獣医さんからおすすめされました。なんと、毛玉ができにくいということです。確かにできにくいと思うので、仕上げ用に使っています。この、グローブ型ブラッシングはブラッシングしつつ、撫でられて、マッサージもできるので便利です。こんなに取れました。ビアンコボールが毎日量産できるのはビアンコさんのおかげですね。はい、ビアンコボールの完成。お次はカルロくん。カルロくんはブラッシングが苦手です。そのため、このグローブが大活躍です。
サクッとできるので便利です。カルロ君はすぐ逃げ出そうとするので胸元のところに手を添えると前に行けないので脱走防止になります。ここです。ここを手で添えるだけで逃げ出せなくなります。まあそれでもダメならおやつ作戦ですね。がっつりおやつに頼りましょう。おやつに気を取られている間にささっとブラッシングを終わらせましょう。金串も使いつつ終了。デカ猫ちゃんたち、お疲れ様でした。本日の収穫です。